これようやく勝てるパーティーじゃねえか。で、ジャガーね、ピケットなんですけど、めちゃくちゃ強い。このジャガーだったらね、期待できますよ。フルルもね、バフがあって、で、実際ヒグマね、使えれば強いと思いますしね。よし、行こう。いやー、これいい加減クリアしたいですね、第6章。マジで、セネとマジで、まとめて HP 回復とぶっ通してからね、もうゴリ押しですね。最初序盤からもうミラクル使いまくってね、一発で倒せればいいんじゃないかなっていう感じですね。で、ここ、道中も難しいんですよね、このステージ、マジでさ。まあ、このホルス、真ん中のね、この目玉ヤトロね、はね、最優先に倒したいんですけど、まあ、こいつはまだね、可愛い方ですね。はい。まずはじゃあとりあえず倒してね、まあ道中までにミラクル全員たまりゃいい話なんですけどね、理想なんですけど、そうもいかねえやつがいるんですよね。っていうのもね、道中あれがいるんだよね、トロッコのなんか HP 高えやつ、無駄にあいつに何回かちょっとミラクル使っていかないと、うんとやられる。道中でね、もう何人かやられちゃうので、これ難しいよな選択。これで、とりあえずアクション。それに従おうなんてね。こいつが確かなんか MP 減らされるんだよね、確か。これも鬱陶しいし。よし、1体になった。まぁ、どうしようかな、この後。これでいけるかな。で、こっからですよ、ケペッシュ、こいつだね、このハテナマーク見てるやつが。こいつがマジで強えんだわ。ビート、マジでここでね、なんかアクションでミラクル貯めようとしてもね、無駄なんですよね。MP 減らされるから。もう、こいつらマジで立ち悪いな。で、とりあえず、もうここはね、もう、本当はどっかで一人ね、ミラクル貯めて倒したかったんですけど、そう、だからね、全体攻撃のミラクル使えるやつ持ってこうかなって思って、行こうとしたんですけど、なんせいねえっすからね、フレンドリーとかでも。まあ、あれか、強いて言えばあれか。畑風景だね。なぁ、倒せなかったんだよな、あの時。よし、一体倒せればでかい。まあ、ホルスちゃんはそんな強くない。ありがてありがて、その攻撃はありがて。俺だよな、こいつ、なんでこの攻撃。うわ、もうちょっとフルル死にそうなんだけど、もう勘弁してくれよ。もうこいつら、ほんとに。ヒグマが B とかまた。いやー、でもこれギリギリ倒せねえだろうな、このホルスみたい。倒してもちょっとあれだもんな、困るもんな、帰って。いや、これフルル攻撃したらなんか、ちょっとフルルは対決スキルで、もう万全の準備で。よし、これで。よしよしよし、オッケー。狙ってこないな。まあいいでしょ。さあ、これで、これじゃないよな。よし。さあ、こっからではトロッコが出るんだよな、こっから。ここだよな。どうしてもここでね、1個使っておきたいんですよね、ミラクル。ジャガー使っておくか。多分ね、カピバラじゃ絶対半分も減らないと思う。マジで勝てんだ、こいつ。やだっちゃう、ほんとに。で、でもジャガーここで使えばあれじゃん。だいぶ溜まるぞ。これで溜まってくれりゃありがてんだけどな、すぐ。どうだ？よし、倒せた。から、よしよしよし。そっちになっちゃうかもいいよ。で、はい、オッケー。こいつ、そんな単発攻撃はそんな強くないけどね。攻撃、バフの後の全体攻撃厄介だからね。どうしようか、これ。どうしよう。まあ、これ、攻撃専念してくれ。どうしよう、マジで。はぁ、バフ、それに従おう。そこだね。溜めとかないとな。これで、ギリギリ溜まんねえか。次でアクションにしてくれじゃあな。で、打って。よしよし、オッケー。で、ここで、どうしよう。ヒグマも溜まってねえ。ヒグマは絶対溜めとかねえといけねえな。最初でね、勝負しないとね、もう、セネト型のセルディアンの攻撃、マジで全体、状態異常っていうのが、本当に、もうマジあれありえねえから、あれでもう、計画狂うから、最初が勝負なの、本当に。こいつをまず倒す。あ、倒せねえ。うわ、ちょっと待って。やめて、来る。危ねえ。ああ、よかった。助かった。もう、フルルが本当に死んだらもう、元も子もねえから。ここで使っておくか、フルル。もう、怖いもんな。でもこれ倒せるか。どうしよう、これ。待って、溜まってねえじゃん。これ、ちょっと待って。なんかもう、でもしょうがねえよな。ジャガーもちょっとアクションになってほしいな、できれば。無理か。
ちょっと待って、ここでフルル使っておきたいよな。ここで死んじまったらね、もう全部終わりだもんな。まあ終わりじゃねえけど、バフしとかねえと厳しいよな、絶対。どう、だってジャガーが。ここでアクション使えるのか。ちょっと待って。そうか。いや、でもこれ倒しちゃうよな、ヒグマで。でもフルル、フルルを使っておきたい。ちょっとこれ、考え、もうちょっと考えて、まあいいや。それで、とりあえずバフをつけとけば、まあ安心でしょう。はい。多分これで、まあ2ターンだからね。ここで、はい、倒します。さあ、来たぞ、ここで、もうここで決めたい。お、いいね。これはありがたい。ちょっと待って、ここでビートになってくれる。お、いいね。オッケー、これで、できた。そうか、ここでフルル使えばあれだったのか、全員ミラクル使えた状態になってたもんな、今気づいたけど。いやー、もったいねえことしてね、やっぱいつまでたってもよバカだな。多分これでいけると思うけどな。いけねえかよ。この段階でのビートプラスミラクルプラス使ったことねえからな。それで5万7000でしょ。で多分キルアビーだったら10万いくはずだから、それの倍あるんですよね。キルマこれいけるか。あ、うわ、ちょっとあれかや。いや、これどんくらい出るんだ。いっけ、ヒグマ、ヒグマ落とし。うわー、死なねえか。24万いったけど、いや、やっぱあれか、ジャガーのミラクル使える。あー、フルフがやられた。いや、こうなるからちょっと怖かったんだよな。まあ、っていうか、そうだよな、そこっていうか開始の時に使えばよかったのか、やっぱり。くそ、ジャガー使えば絶対倒せたな。くそー、これを起こして、いや、いなかったから、まあ、いいや。お、これ意味ねえのか、もし。倒せそうだよな。お、強えな、こいつ。さすがだな。にゃー、もう全員クラクラになってんじゃねえかよ。治ってるか。うわ、てか、こいつら、ザコも強いな、結構。まあ、とりあえずこいつは倒せるわ。よかったー。いいと思う。ってことはもう負け要素はないでしょう。さすがに。よっしゃー、倒したぜ。で、まあ、これで終わりだわ、もう。でももう、これ、二つ目のミッションはもう、これちょっと、ダメだな、これ。このスピード。くそ、まあいいや。よっしゃ、勝った。やっとクリアしたよ、このステージ。ここめっちゃくちゃむずいわ、ほんとに。やっぱそうだよね。30% 残すのは、まあ、いけそうっちゃいけそうだよな。多分あそこだな。ちきしょー、頭悪